源氏物語、源氏物語の登場人物、小児じじゅうとは、源氏物語に登場する架空の人物。源氏物語の登場人物の中で、じゅうと呼ばれる人物としては、雲井の狩りの目のとごである、じゅうも存在するが、通常源氏物語の登場人物として、じゅうという時には、須作院の女三宮の入姉妹である、じゅうのことを言う。 須作院の女三宮の入姉妹であり、おばが柏木のうばだった関係で、自身も柏木のメしゅを務めるようになる。柏木と女三宮とを結びつけうる立場にいる人物であり、柏木の願いを受けて女三宮への手引きをした人物である。その結果、カオルの出生の秘密を知っている数少ない人物の一人となった。 主要人物の出生の秘密を知る人物として、大名部などと対比されることがある。小児獣は直接には、以下の巻で登場し、本文中ではそれぞれ以下のように表記されている、柏木から、女三宮への文を託され、女三宮に渡すが、返事はない。柏木の頼みを断り切れず柏木を、女三宮のもとへ導く。女三宮の介入を知って不安に思う。 柏木から、女三宮への文を光る源氏に見られてしまった、ことを柏木に告げる。臨終間近の柏木の文を、女三宮に届ける。カオルが5.6歳の頃胸の病で死去する。ありがとうございます。